でもあの新芽も言ってた。あ、新芽、新芽。ピンクラテだからさ、ピンク色のイメージ。もういい名前。カラフルマスクチーム。あ、いいですか、カラフルマスクチーム。自己紹介は名前言ってて、私たちカラフルマスクチームです。OK。 カラフルマスクチームです。それでいい、ね、そのまんま。じゃあとりあえず企画もなんか提案1個は1個ってか、なんか何個かあげよう。そうだね、 NGR 一応入れておく。うん、多分あの簡単にできるか。新しい英語禁止入れたい。ああ、入れる。うん、全然いいと思う。とりあえず、コモに入れて。英語禁止。面接？面接？面接入れとくか。はいって言っちゃダメ。あー、どっちがいい？英語か、はい。とりあえず全部いいんじゃない？入れちゃって。うん、後で考えて。じゃあ、英語禁止か、はいって言ったらいけない。どっちかに絞った方が分かりやすいかもしれない。うん。あかねです。みーなです。りーなです。みーかです。私たちカラフルマスクチームです。イエーイ。私たちがやる企画は自己紹介ジェスチャークイズです。イエーイ。ルールを説明します。ルールは、私たちが自己紹介をやっていくので、その時にジェスチャーを出します。例えば、あかねです、私の特技はゴルフですみたいな感じでやっていくので、はい。一緒に考えてみてください。はい。はい。ジェスチャーをしている人が言ったら、マイナス1ポイントです。制限時間は1人30秒です。最下位の人には罰ゲームがあります。じゃあ、それでは、あかねちゃんから。はい。じゃあ、行きます。あかねです。私の特技は、はい、ダンス。正解、ダンスです。そして私の好きな食べ物は、はい、はい、はい、あ、どうしよう。ラーメン。正解、ラーメンです。はい、こんな感じです。ありがとうございました。はい、じゃあ次、アイスです。中学1年生、13歳です。私の好きな食べ物は、はい、はい、キャンディー。違う、美味しい。はい、はい、ソフトクリーム。うん、違う。はい、はい、ロペルキャンディー。違う。わかんない。はい、はい、わかんない。違う。わかんない。美味しいよね。嫌いな食べ物、あ、そうだよね。嫌いな食べ物は、あ、はい、はい、キノコ。違う。好きなキャラクターは、はい、親指の名前。名前呼んでいます。はい、じゃあ私はこれぐらいです。で、今度は私です。小学6年生、12歳、中倉リーナです。私の特技は、はい、はい、数字。正解、数字です。好きな食べ物は、え、はい、はい、数字。私行こう。正解、正解。終わりです。お、ありがとうございます。はい、はい、次、りんかです。私の好きな食べ物は、あ、はい、はい、食べ干し。正解。で、私の特技は、どうです、え、難しいです。はい、かわ、はい、バレー。バレー。違います。はい、開脚。正解。終わりです。はい、じゃあみんな何ポイントか一人いってこう。はい、じゃあ私から何ポイントだったかを記念します。マイナス2ポイントでした。2ポイントです。1ポイントです。多分3ポイント。おー、すごい、すごい、すげえ。じゃあ、あかねちゃんが罰ゲームで、罰ゲームの内容は、変な声で喋るです。変な声で、名前と年齢を言ってもらいましょう。名前と年齢を。はい、私の名前は、あかねです。年齢は12歳です。よろしくお願いします。
評価、コメント、チャンネル登録よろしくね。